キャピストラーノは複数のサーバー上でスクリプトを実行するためのオープンソースのツールであり、その主な用途はウェブアプリケーションのソフトウェアデプロイメントである。一つ以上のウェブサーバー上のアプリケーションを新しいバージョンにする作業を自動化でき、データベースを変更するといった作業もできる。キャピストラーノは Ruby 言語で書かれており、RubyGems によって配布されている。これは ルビーオンレールズ Web アプリケーションフレームワークの副産物だが PHP といった他のフレームワークを使用して書かれた Web アプリケーションのソフトウェアデプロイメントに使うこともできる。キャピストラーノは主に Wash のコマンドライン上で使用するように実装されている。ルビーオンレールズフレームワークのユーザーは多くのキャピストラーノのレシピの中から選択することで 例えば、Web アプリケーションに現在の変更を展開したり、以前のソフトウェアデプロイメントの状態にロールバックするといったことができる。もともとは、スイッチトワーという名前だったが、競合する商標があったため、2006年3月にキャピストラーノに変更された。原作者のジャーマスバックは、2009年2月24日に、プロジェクトのメンテナンスをやめると表明した。 しかし直後にそれを嘆くスレッドがメーディングリスト上で始まり GitHub 上で開発が進められている。キャピストラーノは SSH 経由で複数のリモートマシン上で並列にコマンドを実行するためのユーティリティ及びフレームワークである。ツール、レイクの一部から借用した単純なドメイン固有言語を用いる。また他のゲートウェイマシン経由のトンネルリング接続も サポートしているので VPN やファイアウォール越しに操作を実行できる。キャピストラーノはもともと分散環境への Web アプリケーションのソフトウェアデプロイメントを簡素化及び自動化するために設計されており、レールズアプリケーションのソフトウェアデプロイメントをする一連のタスクがバンドルされていた。ソフトウェアデプロイメントタスクが承諾されるとクライアントが明示的にレシピで ロードデプロイトーク、要要求する。タスク、xml,libs, hosts, イコール www.capify.org do, ラン lsx1, use, libgrepixml, エンド。これは、xmllibs という名前の単一のタスクを定義し、唯一の www.capify.org ホスト上で実行されるべきであると設計されている。実行すると名前に文字列 xml を含むユ s リブ内のすべてのファイルとサブディレクトリを表示する。cap ファイルがカレントディレクトリにある場合は以下のようにタスクを実行することができる c a p x m l リブス、 h t t p s r u b y g e m s o r g j e m s c a p i s t r a n o s l s h b r s h o n h t t p w e b l o g j a m i s b a c k o r g 2 0 0 9 2 2 5 s s h キャピストラーのアンドセイング グッドバイハット https コロンスラッシュスラッシュグループスドットグーグルドットコムスラッシュフーラムスラッシュ。トピック、キャピストラーの、デュフチソブグックワイハット https コロンスラッシュスラッシュ GITHUB ドットコムスラッシュ CAPISTRANO。O. ありがとうございます。